はい、皆さんこんにちは、今日は、アメリカ大学サッカーリーグ、第10節ラサル戦の密着をしていきたいと思います。さっき練習から帰ってきて、今日はこの後昼の1時から遠征メンバー集まって、今日はだいたい5時間ぐらいバスに乗って、ホテルに泊まります。そして明日の試合に備えていきます。前回に引き続き、リーグ戦の密着となります。チーム全員で勝利をつかみ取れるように頑張りたいと思います。ということで、本日も最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。これからシャワー浴びて遠征の準備をしていきます。はい、ということで今シャワー浴びて着替えました。もう少しで、あと1時間後ぐらいにこの寮を出るので、それに向けてちょっと遠征の準備をしていきたいと思います。それでは、早送りでお届けします。 Let's go。 ということで荷物が準備し終わりました。まあ、我ながらコンパクトに準備ができたのではないかと評価できる次第ではあるんですけど、今ちょうど12時で、あとまあ45分後ぐらいに家を出ようかなと思っていますので、それまで少しまあ洗濯とかいろいろ残ってることやって出発に備えていきたいと思います。ということで次はバスで移動します。ということで Let's go。 What's up, Liv? What's up, Log? We're gonna ride 4 hours. Damn, it's not good. Let's go VCU! Let's go VCU!John, I'm blue in it. 調子どう? Namaste. Sam. Sup, Scotty. はい、ということで8時間かけてフィラデルフィア州にあるホテルに到着しました。本日のルームメイト、まさかのトラ君っていう。What's up, vlog? フィリップが来てますね。新人香川。トラ君、
ルームメイトに紹介していきたいと思います。はい、こんな感じで明日に備えてみたいと思います。おやすみなさい。いただきます言ってますね。ご飯食べて寝ます。あ、しません。グッモーニング。食事と散歩から帰ってきて今部屋に戻ってきました。3時にまた試合前の食事をとって、それから試合に移動したいと思います。ということで、それまでちょっとゆっくりします。今日も頑張ります。ジェビ調子どう？いいね。スタイルサンプル。今、試合前の食事とミーティングを終えて帰ってきました。1時間半後にこのホテルを出発して今日の会場にバスで移動します。これから1時間半後に向けて少し準備をしていきたいと思います。それでは移動します。見せますね。もう飛行機の半分ぐらい乗せますよ。本当に辛くてもう最悪でした、行きは。だけど行きにここの席座ってた人が他の席行ったんで、僕は席を変えることができて、この席に座ることができました。あ、マジね、これでもこのバスの中では一番広くはないんですけど、これで最高のバスの旅にすることができます。最高。ということで、これからまだみんな来てないんで全員来て出発します。ということで行ってきたいと思います。
California. Launches this one forward towards Mannheim. Mannheim's going to cause some chaos. The header by Mannheim, and it's into the net. Ethan Mannheim quickly puts VCU up 1-0. There was some confusion in the box after that set piece. Peyu. Beeks wins it back for the Explorers. Beeks plays it into Nare, the shot and the goal! Junior Nare, the assist from Beeks, and LaSalle levels the game at 1. Beeks puts it in, back post. Header! It's still bouncing around. Nobody home there for LaSalle. And now it's Gallegos who's trying to dribble the ball out of danger for the Rams. And eventually it goes down to Pompeu. This is not what you want if you're the Explorers. Celio Pompeu moves into the box, plays this off. Gallegos, a shot, and the goal! Damian Gallegos sneaks one past Mora, and that will do it here at McCarthy Stadium. The Rams win this game 2-1 thanks to a Damian Gallegos golden goal winner with 1:52 to go here in the second half of overtime. Pendejo! That's my new word. Son of a bitch. No, it's not. Thanks, right? Thank you. はい、ということでご覧の通り劇的ゴールで VCU 勝利しました。いやーマジで今回は決めたら勝ちだったのですごい気持ちよかったです。最高です。これからバスに戻って食事をします。ということでバスへ移動します。Let's go to the hero! Let's go! Let's go! How's the game, bro? Great. Great. You feel great. Game winner. Thank you! Come on, everyone. Look at this. We just beat them. みんなシャワーを浴びるので、ここからはカメラ禁止です。It was good, you know. It was like the ride going to LaSalle. It was a little long, you know. Yeah. But we got there, went to the hotel, got our food, slept, woke up, got ready for the game, played the game, you know. It was a tough one. Yeah. Damo with a good goal at the end for the game winner. Yeah. Back home, we go again. Let's go next game. Oh yeah. JB, Choshi da. Good night, guys.
BCU safe. Nick Barahoma, 3 a.m. はい、ということで BCU に到着しました。現在の時刻が見えるかな、3時27分です。これがアメリカ大学サッカー部のあるあるです。試合がだいたい7時から始まって、そこから帰るっていうのが基本なので、だいたいいつも夜中に帰ってきます。特に今日は遅かった日ですね。帰り4時間ぐらいかかったので、今3時半ぐらいですね。まあまあまあ勝ったんで全然疲れはないです。試合も出てないので、これが負けるととても疲れます。ということで部屋に帰ります。はい、ということで長旅を終えて、寮に帰ってきました。今日の試合は、ラサールユニバーシティに2対1で勝利しました。前半で先制したんですけど、前半のうちに1点返されてペースが落ちてきちゃって、相手に何度もチャンス作られたんですけど、チーム全体で守って、20分の延長戦の末、残り1分50秒ぐらいで点を決めて勝つことができました。前回負けてしまっていたので、また変な流れを今日でかき消すことができて良かったかなと思いますね。今日試合前にスタメン予定だった選手が、スタメン予定だったゴールキーパーの選手が怪我をして、もう片方の1年生のゴールキーパーが今日出場したので、まあ勝って嬉しいものの少し悔しさが残る試合になったかなと思います。自分はまだまだ戦力としてチームに足りてないと思うので、練習からしっかりと頑張っていきたいと思っています。これからもアメリカ大学サッカー留学生活を YouTube に配信していこうと思うので、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。この動画以外にも他の動画で試合の密着の様子を上げていますので、まだご覧になっていない方は、こちらをここを押して見てみてください。ということで次回の動画でお会いしましょう。 Peace out。Standing in the crowd, everything comes back in the blink of an eye.